デトロイト空港衝突事故とは、1990年12月3日に、アメリカ合衆国ミシガン州のデトロイトメトロポリタンウェインカウンティ空港の滑走路上で発生した航空事故である。ノースウエスト航空1482便が使用中の滑走路に誤って侵入し、離陸滑走中のノースウエスト航空299便と衝突した。 事故が発生した1990年12月3日13時45分頃には、空港には、ノームが発生していた。ノースウエスト航空1482便は、C-18 ゲートを出発し、オスカー6、フォックストロット、X レの各誘道路を経由して滑走路03、C へ向かうルートを航空交通管制から指示された。しかし、1482便は途中で、 現在地を見失ったまま走行し、オスカー6から離れて、アウター誘導路に侵入した。そのため、地上管制はその先にある、オスカー4誘導路を右折して、X レイ誘導路に戻るように指示したものの、オスカー4は、当時右側に方向に曲がることができたため、1482便は、本来右後方向に進むべきところを地上管制に、確認を取ることなく、 呉前方向に進み、そのまま滑走路 03C の中央部に侵入してしまった。1482便の機長は滑走路 03C がすでに使用されているかもしれないと不信を抱き、滑走路脇に機体を停止させて地上管制に報告したが、この時すでにノースウエスト航空299便は滑走路 03C からの離陸承認を得て、滑走を開始しようとしていた。 衝突した299便1482便が地上管制から直ちに滑走路から出るように指示された約5秒後、1482便と299便は相対する形で機体右側の翼をそれぞれ重ね合わせるようにして衝突した。299便は右翼担当に損傷を受けたものの火災等は発生せず、乗員、乗客ともに死傷者はいなかった。 しかし1482便は299便の翼が胴体右側を切り裂くように通過し、またエンジンの損傷により燃料が漏れ火災が発生したため、乗員1名と乗客7名、計8名の死者と10名の重傷者を出した。アメリカ国家運輸安全委員会の事故調査により、事故原因として次の点が報告された。ありがとうございます。